メジャーはマイクロソフトが販売するオフィススイートであるマイクロソフトオフィス2003-2007及び2 0 1 2標準で搭載している画像管理ソフトウェア。マイクロソフトオフィス XP 以前に標準で搭載されていたマイクロソフトフォトエディターの代わりに搭載されたソフトウェアと言われるが、フォトエディターで使用できた編集機能の大部分が削除された。代わりに画像を管理する機能や 共有機能が追加され、画像編集を目的としたソフトウェアというよりも、画像データを管理するためのソフトウェアとしての側面が重視されている。Office 2013では廃止された。基本的な機能は Windows Live Photo Gallery で置き換えとされている。ピクチャーマネージャーでは、画像の明暗を調整したり、トリミング、回転と反転、赤目修正、といった基本的な画像編集や、 登録しているフォルダ内のサムネイル表示が可能である。マイクロソフトオフィスアプリケーションと密接に関係しているため、補正した画像をワードやエクセルで作成したデータ内に貼り付けることもできる。しかし、マイクロソフトフォトエディターでは可能であったスキャナやデジタルカメラからの新しい画像の取り込み、ガンマチの調整機能、画像イメージを透明にするなどの編集機能の 大部分が削除された。他方で、ピクチャーマネージャーには画像のある場所をショートカットで追加することができるという画像管理機能、ワークグループ内での画像共有や共有画像ライブラリーの作成といった共有機能が追加された。ありがとうございます。